はようございます。おはようございます。今日から、音楽ゲームのゲーム実況をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、これだけ言っておけば多分みんなチャンネル登録と高評価してくれるんじゃないかなと思います。そんな世間は甘くないと思うけど、はい、よろしくお願いします。はい、まず最初がアーキアっていう音楽ゲームなんだけど、まあ音楽ゲームで僕が一番馴染みがあるから、まあ、アーキアにしたわけであって、特に深い意味があるとかいうわけではないですね。はい、とりあえずやっていきましょうか。はい、じゃあまず最初はベクセリアですね。エケプラス9さんの曲なんだけど、まああのね、音楽ゲームの実況っていうのはね結構大変だと思ってて、これ喋りながらやらなきゃいけないから、まあ難しいんじゃないかなっていうのは思うんだけど、まあ僕はね、めげずに、こうやって、ちょっと待ってね、あのね、喋りながらね、やっぱむずいかもしれないわ。なんか語彙力がね失われるわ。僕結構喋りながら音楽ゲームっていうか音ゲーやるの得意だったはずなんだけど、なんかねよく考えてみたらね、なんか語彙力が失われているということがよくわかりますわ。ちょっと待って。でもまあこの曲、まあ、僕一発撮りに魂かけてる人なんで一発撮りなんですけど、もうこの曲がどれだけミスってもどれだけうまくいっても一発撮りでいくんで、はい、あのできれば最初のね、最初の1曲は PM したいかなって思ってます。しかも難易度7だしね、 PM したいな。でもPM したいってことはやっぱ喋っちゃダメじゃないですか。喋ったらね PM する難易度が大きく上がっちゃうわけだから、喋らないでおこうってわけにもいかないじゃないですか。今のリズム好き。あのね、まあ難しいんだけど、とりあえず、まあ、まあ結構僕自分では謙遜になる、危ない危ない、結構謙遜っていうか、なんていうのかな、自分音ゲー下手だからみたいな、よく他の人に言うんだけど、まあ、実は僕めっちゃうまいと思ってます、自分では。はい、あの普通になんていうのかな、あのね、だから余裕で喋りながらこうやってね PM できるんじゃないかなって思います。あのね、今 PM だから喋ったらね PM 残しちゃうかもしれないけど、こうやってベラ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 喋っていくっていう、いいね。はい、大丈夫かな、こんな気持ち悪い、なんかうんちみたいな実況で。本当にこんなんでいいのかな、不安でしかないですね。ベクセリア、とりあえず PM ですね。幸先がとてもいいので、幸先がとてもいいですね。はい、なんで同じことに入ったんでしょうか。次、サイレントラッシュですね。サイレントラッシュ、この曲結構あんま馴染みがないというか、なんかね、あんまやったことない曲なので、まあ2曲目にやっていこうかなって思います。この曲難易度8なので、まあこの辺まではね、まあ PM いけるんじゃないかなって思います。9とかになってくると喋りながらちょっときついかなっていうのはあるんだけど、まあ難易度8なんで、PM できるんじゃないかなって思います。多分さっきも同じこと言ったな。難易度ピッキー8だから PM できるっていうのは多分同じこと言ったと思うけど、許してください。あの音楽ゲームやりながらだと、あのね、語彙力が本当に低下するので、あ、これ結構いい曲なのかな、僕が知らないだけで実はめっちゃいい曲なのかもしれない。うん、ちょっと指が痛い。あ、覚えてる覚えてる、この曲これか。あ、これ、今逆ったっていうか、FAR みたいなの出なかった。あ、でもリズム好きだわ、結構。ああ、もう、今分かってたんだけどね。手が動かなかった。今 FAR 出たよね。さあ、早速、もうなんか、すぐに PM っていう概念をもう失ってしまったんだけど、まあ僕、一発撮り、命かけてるんで、一発撮りに。もう一発撮り、てか、あのね、一発撮りに命かけるっていうか、そもそもね、多分パソコンの容量がないからね、そんな2発も3発も撮ってたら、なんか、
もう録画できなくなっちゃうからっていう、そんだけの話ですね。あ、いいね、ここ初見じゃないからさ、あんまりいい反応が取れてなさそう。なんか取れ高気にしちゃうわ、ごめん。なんかいつもはなんかなんて言うんだろう、純粋にゲーム楽しめてたんだけど、なんかね、取れ高を気にしてしまうっていう非常事態ですね、これは。なにこれ、なんかぴょんぴょんしてるんだけど、なにこれ、かわいい。なんかこのぴょんぴょんしてるのかわいくない？なんかアークノートだっけこれ。いやー、フルコンはせめてしよっか。そうだね、フルコンをしようとか言っておきながら、こうやってね、リズムを崩すような言葉を言い、ちょっと待って、これ実況ほんとリズム崩れるんだよな。はい、フルコンですね。あー、なんか申し訳ないけど、喋る言葉が見当たらないのに無理やり喋ろうとするし、しかも音ゲーもやんなきゃいけないから、まあ多分まあまあな地獄絵図になってると思うんだけど、頑張って編集したいと思います。はい、めっちゃ曲名長い。ちょっと待って、シャです、シェイダス、わからん。おブッドワイラ、あーもうね、こういうのも一発撮りでまあまあ軽くちょっと今事故ったと思うんだけど、そういうのも全部一発撮りなんで僕は。はい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 、あんまさ、そうだそうだ、それはね教えてもらったんだ。あのね、なんか実況中にその曲を歌ったりとか、なんかリズムを口で取ったりしない方がいいよっていうのを教えてもらって、なんかその実況と音がずれてたりしたら、なんか見てる人がなんかなんていうのか、不愉快極まりない感じの動画になっちゃうっていうのは教えてもらったんで、そこは気をつけたいかなっていうのはあるけど、指が痛いんだよな、なんか、あ、黒、はい？まあ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 、一発撮り命なんで、何回言うんだろうな、この一発撮り命っていうのは。ね、この曲結構さ、あれなんだよな、個人的に、なんていうんだろう、エモいっていうかさ、なんか、アーキアっぽいよね、なんか、すごい、わかるかな。これだけはね、語彙力がね、どんだけ低くなってもね、みんなに伝えたいんだけど、このな、ここ楽しいよな、本当に。あ、よく考えて、これ難易度8だからさ、ワンチャン PM とかいけたんじゃないかな、頑張れば。あれいつミスったんだっけ俺、ね、なんかほんとなんか頭悪い人が喋ってるみたいになってるけど、勘違いしないでほしいのが、音ゲーしながらやってるから頭が悪く見えてるだけであって、普段はねもっとなんか賢いかな。うんもう恥ずかしいわ、ちょっとこれ喋りながら音ゲーするのってこんなむずいとは思わなかった。なんか結構1ヶ月ぐらい前から喋りながら音ゲーするっていうのを練習してたんだけど、なんかいけるっしょって思って実況始めたんだけど、なんかね案外難しいっていうことがよく分かって、もう早くも断念しそうなんだけどまあ大丈夫かな。あ、そう考えたらさっきフルコン、さっきっていうか何、ミスったのでかいなこれ。まあ EX いけたなんか PM フルコン EX ってどんどんレベル下がってる気がするけど、大丈夫かな。もう最終的にはなんかもう0点取れればいいみたいな、伸びた的な考えにならないかなって心配なんだけど、まあいいよね、リアルだから。ひかりちゃんが可愛いんだけどこれ、まあ、とりあえずこんな感じでゲーム実況やっていこうかなと思います。これからもよろしくお願いしますね。はいはい、これだけ伝えれば OK。 多分 OK。 さよなら。動画の締めがわからない。